毎晩子供たちが楽しみにしている英会話の時間に、グッドバイエブリボディの歌を聴かせてくださる平川のおじさんは、どんな方ですか？この質問にお答えするため、放送局にカメラを持ち込むと、ちょうど平川さんは2番の歌を子供たちに教えているところでした。大変よく歌いましたですね。でも、もうちょっと歌の調子に弾みをつけていただきましょうか。Goodbye everybody でなくて、Goodbye everybody っていうふうに。